こんにちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。皆さんがいつも動画を見てくださるおかげで、目指せアリ博士チャンネルもチャンネル登録者が初めて300人に到達しました。視聴者の皆さん、ありがとうございます。これからも、皆さんのアリ飼育に役に立つ動画を配信できるよう、日々精進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日の動画では、今現在実施している、アリ博士流の黒長アリの飼い方を紹介します。黒長アリはマーカー数が40匹以上に増え、さらにケースも汚れてきましたので、引っ越しを行いました。今回の動画ではさらに、黒長アリに肉餌を与えるべきか否かについてもお話しします。この動画を最後まで見ていただき、黒長アリ飼育の参考にしていただけるととても嬉しいです。黒長アリの新居ですが、このように平型の石膏巣に、発泡スチロールで仕切りをつけています。これは何のためかと言いますと、黒長アリは、餌の部屋、女王の部屋、幼虫の部屋、死体の部屋、ゴミの部屋、など、部屋の使い分けを行う習性が強いアリなので、そのような習性に合わせてのものになります。仕切りにはアリが通れる大きさの出入り口がついていて、アリは部屋と部屋の間を自由に行き来できます。下側の部屋から見ていきましょう。右側の部屋は、マーカーが餌のオートミールを運んで一時保管をしたり、食べる場所となっています。右側の部屋は、発泡スチロールに囲まれて少し暗いので、マーカーが集まりやすくなっています。左側の部屋は、餌を食べた後のゴミ捨て場になっていますね。過去に食べられたミルワームのサナギも捨てられています。発泡スチロールで乾燥足場を作っていますが、あまり利用されていません。次に上側の部屋です。上側の左の部屋は、下側と同様に餌を食べた後のゴミ置き場となっています。この部屋は、給水口もあり、石膏への給水はここから行います。今、マーカーがオートミールを食べていますね。食べ終わった後、ここに捨てるのだろうと思われます。右側の部屋は、ここも餌のオートミールを運んでマーカーが一時保管をしたり、食べる場所となっています。今、マーカーが出入り口を通ってこの部屋に入ってきましたね。現在、女王アリ4匹はこちらのアクリルゾーンにいます。そして、オートミールを食べています。オートミールに幼虫3匹がかぶりついていますね。黒長アリは他のアリとは異なり、植物の種子を主食とするので、女王アリも自ら種子を食べます。我が家では、主食としてオートミールを与えています。オートミールは、麦の種子から作られたものですので、黒長アリも食べてくれます。今回、新居にもアクリルゾーンを設置しました。アクリルゾーンとは、その名の通り、石膏を敷かず、プラスチックを露出させたゾーンで、乾燥足場となっています。乾燥足場を設置したことにも意味があり、黒長アリは土中種で、湿気自体は必要なのですが、種子を主食とする性質上、過度の湿気を好みません。なので、このような乾燥足場を設けると、必ずそこに居ついてくれます。それとこの飼育巣におけるもう一つ重要な点について紹介します。今回の飼育巣では、アクリルゾーンから石膏ゾーンへの切り替わりを緩やかなスローク状にしました。これにより、アリが負担なくアクリルゾーンから石膏ゾーンへ移動することができます。重力による負担は微々たるものかもしれませんが、長期で飼育した場合にマーカーの寿命に関係してくるような気がしています。アクリルゾーンの隅に女王3匹と、たくさんの幼虫、そしてオスアリがいます。やはりアクリルゾーンの設置は重要そうですね。幼虫の育児なども、寄
基本的にはこのアクリルゾーンで行われているようです。お座りがいるということは前の飼育数の住環境があまり良くなかったのかもしれません。このオスもマーカーとして働いています。餌場の様子です。餌場ではオートミールとミルワームを与えています。今マーカーがオートミールを運び入れようとしていますが、大きくて入り口を通れないようですね。ミルワームは食べやすいようにカットして与えています。入り口から餌場にマーカーが降りやすいように木ダゴで足場を作っています。少し脱線しますが、餌場にいるマーカー4匹が全員で同時に洗顔をしている様子がとても可愛らしかったので、その時の映像を紹介します。マーカー全員が同じタイミングで洗顔するのはなかなかない光景ではないでしょうか。顔や触覚に餌の匂いが付着したか、コロニーの認識ができなくならないように入念にお手入れしていますね。少し時間が経ってみたら、ミルワームが巣の中に運び込まれていました。上側の一番左の部屋に運ばれています。ミルワームを食べようと多くのマーカーが集まっていますね。クロナガアリは種子を主食とするアリですが、ミルワームのような肉餌もたくさん食べます。しかもクタフシアリアカですので、冬の時期でもミルワームを食べます。クロナガアリも他のアリと同様、ミルワームの中の液状の部分を食べます。マーカーがミルワームの切り口の部分に口を当ててミルワームの体液を吸っていますね。クロナガアリには肉餌をたくさん与えると調子を崩すという話をよく耳にしますが、本当でしょうか。私は秋くらいから試験的にミルワームを与え始めて、ほぼ毎週ミルワームを与えていますが、死亡するマーカーもいないので大丈夫だと思います。私の仮説ですが、クロナガアリに肉餌を与えて調子を崩すというのには、以前私が動画で配信した天然餌の持つ合気や化学物質が関係していると思います。天然の虫には農薬や殺虫剤が蓄積していたり、病原菌に感染した個体もいたりします。そのような虫をクロナガアリに与えて調子を崩してしまっているのではないかというのが私の予想です。また虫によっては農薬や殺虫剤の影響を受けていなくとも、クロナガアリにとって毒となる物質を持っている種類もいるかもしれません。なのでペットショップやご自宅などできちんと管理された安全なミルワームやコオロギなどを与えていれば、それが直接の原因で調子を崩すことはないと私は考えています。皆さんはどう思いますか？コメントをいただけたらとても嬉しいです。今回の動画いかがだったでしょうか？クロナガアリはアリ飼育初心者にとっては扱いが難しい部分もありますが、種子を主食としたり部屋を使い分けたりなど、他のアリにはない魅力がたくさん詰まったアリです。春になったらまず一番最初に結婚飛行を行う種類ですので、まだ飼育をされていない方はぜひ来年こそはクロナガアリの飼育を初めて見られることをおすすめします。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。